今から農林水産委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次、ご発言願います。はい、谷合正明君